を続けるケンシロウとバットの前に突如現れた町。しばしの安息を求め町に身を寄せるケンシロウの前に現れたのは。なあ、あんた強そうだな。うちの用心棒にならないか。悪いが、長くとどまるつもりはない。なあ、そんなこと言わずにさ。ここには水も食料もたっぷりあるんだぜ。ケン。リ、なぜここに。もう会えないかと思ってた。呆れたやつだな。ここまで俺たちを追ってきたのか。あのその子は。砂漠で倒れているのを見つけたの。それでここまで一緒に。何でも人手を探しているみたいなの。お願いです、僕の村を救ってください。村を。お前ダギ、ダギじゃねえか。お前なんでこんなところに。バット兄ちゃん、バット兄ちゃんだ。なんで村を出てきたんだ。それに村を救えって何があったんだ。村の井戸が突然枯れちゃって水が出なくなっちゃったんだ。おばちゃん、僕たちみたいな身寄りのない子供がいるから村から出れなくて一人で井戸を掘ってるんだ。でもおばちゃん一人の力ではどうにもならないんだ。あのバーバーまだ生きてたのかよ。井戸を掘るには男の人の力が必要なんだ。ケン。バット、行こう。お前の村へ。え？案内してくれ。水か、やつは利用できる。それに俺の勘が正しければ、あの男サザンクロスを一夜にして落としたという。よし、我々のオアシスが見つかったぞ。やつらが水をもたらしてくれる。のバカ息子が。ババア、このクソババア。おばちゃん。タキ、よく無事で戻ってきてくれた。勝手に飛び出して心配させよって。タキ、そちらの方が。井戸掘りを手伝ってくれるって。そうでしたか。わしはトヨと言いますじゃ。村にとどまって子供たちの面倒を。はい、みんな親を殺されたり足手まといになったりで捨てられてしまった子供たちじゃ。それでわしが面倒を見とるというわけじゃ。今ではみんなわしの可愛い子供じゃ。へっ、俺はあんたの子だなんて思ってないぜ。そいつはどうしようもない悪ガキじゃが、こういうバカは余計に可愛いもんじゃって。こんな小さい子供たちを連れて旅をすることはできん。村にとどまるしかないんじゃ。なぜ村の者たちは井戸を掘ろうとせぬのだ。井戸の底に熱い岩盤があって、これ以上は無理なんじゃ。それでみんな諦めてしまったというわけじゃ。じゃがわしは諦めるわけにはいかんのじゃ。そうか、なんとかしてみよう。いくら剣でも岩盤を割るなんて。バット、剣を信じましょう。
ああ、お願いしますじゃ。水がなければ、子供たちに生はない。ありがとうございます。なんとお礼を言ったらよいか。水が出たことを知られれば、たちまち野党どもの餌食になってしまう。隠し通した方がよいだろう。わかりました。もしよろしければ、この村にとどまってはくれんじゃろうか。俺がいれば、かえって災いを招くことになるかもしれん。そうですか。お元気で。リンとバットを頼みます。ケア、俺を置いていこうったってそうはいかないぜ。私もついていく。お前たち勝手にしろ。村を出たか。これだけ離れればガキどもの悲鳴も聞こえんだろう。よし、邪魔者は去った。行くぞ。バイクのエンジン音。俺には何も聞こえないぜ。村の方角だ。それも1台や2台ではない。まさか。おばさんたちが。戻るぞ。まさか戻ってきやがった。ジャッカル様に知らせるんだ。おお。お前たちの相手をしている暇はない。死にたいやつからさっさとかかってこい。ほざくな。あの水は俺たちのもんだぜ。とっとと帰んな。
丈夫。子供たちは無事じゃ。まさか子供たちの身代わりに。バット、わしはお前がなんで村を出て行ったのか分かっていたよ。食べる量の多い自分がいなくなれば他の子に食料が行き渡る。わしや弟たちのために自分から口減らしになってくれたんじゃろう。お前は本当に優しい子じゃよ。それでバットはもらおう。バット体に気をつけてな。バット、さようだ。母さんと言ってやれ。母さん、お母さん。おとなしく言うこと聞いてりゃ長生きできるのに。言う人を殺した後はしょんべんがしたくなると。お前はジャッカルの手下だな。貴様はババアの村の。死んでもらおう。そんなこと言っていいのか。ここには仲間がたくさんいる。俺が合図すればみんな出てくるぜ。構わん、合図してみろ。その方が手間が省ける。後で吠え面かくな。助けないんですかい、ジャッカル様。その必要はない。なぜです。フォックスはあんたの右腕。右腕？俺の右腕はここにある。それに奴があの男の相手をしていればそれだけ俺たちが遠くに逃げることができる。しかしフォックスもただの男ではない。結構食い下がるかもしれんぞ。全員に町を離れると伝えてこい。なぜだ。なんで誰も出てこねえ。仲のいいことだな。くそ、裏切りやがったな、ジャッカル。てめえも奴らも皆殺しだ。殺してやる。ぶっ殺してやる。死ぬのはお前だ。ただしジャッカルの居場所を聞き出した後だがな。なんだ？こっちが勝手に。新一という飛行をついた。貴様は口を割るしかない。ジャッカルはかつて凶悪犯ばかりを集めて投獄していたと言われる
ビレニー・プレズンの跡地に。そうか。なぜだ、なぜ口が。では、貴様の処刑を始めようか。殺してやる。ほーちゃー、ブヤー。よし、ここまで来ればもう大丈夫だ。フォックスのおかげで俺たちは生き延びることができた。奴の死は無駄にはな。バカな、追いつけるはずがない。終わりだ、ジャッカル。覚悟を決めろ。野郎ども、こいつを引き殺せ。人間じゃねえ、化け物だ。化け物。そうか、あいつだ。もうあいつを解き放つしかない。どこへ行こうと逃がしはせぬ。悪魔を倒すには悪魔だ。聞こえるぞ、悪魔の鼓動が。今そこから出してやる。行け。過去700人を殺し、死刑執行されること13回。だがそのことごとくを生き延びた。今こそ蘇れ、デビルリバース。ふう、暗いところ嫌い。と閉じ込めたやつ憎い。お前か、閉じ込めたのは。待て、俺はお前を助けに来たのだ。本当か。俺はお前の兄貴だ。幼い頃に生き別れたお前を助けるために来たのだ。兄貴。今からお前を外に出してやる。おお、
だお前は自由だ。空、光、名演技だな、ジャッカル。来たな。弟よ、奴がお前を閉じ込めた張本人だ。お前は俺閉じ込めた。まさに悪魔だな。お前殺す。こいつを巨体と怪力だけの男と思うな。これは羅漢二王拳。羅漢二王拳。羅漢二王拳とは5000年の歴史を持つ古代インドの殺人拳である。そのあまりに獰猛な殺人拳ゆえ、時の皇帝に禁じ手とされ、伝える者はいなくなった。こいつのデブルリバースという名はその拳法の称号なのだ。お前殺す。よかろう。ならばお前たちに二王拳以上の恐怖を教えてやろう。なんだ貴様の体は。人間の体は恐るべきパワーを秘めている。だが常人はそれをわずか 30% 使えるのみ。しかし俺は 100% 引き出せる。それが北斗神拳奥義、天竜呼吸法。北斗、七死聖天。なんだお前何した。
なたは救世主よ。よくぞこの悪魔を倒してくれた。そいつはお前の弟ではなかったのか。冗談じゃねえ、こんな化け物。兄貴、いや、待て、 あれは嘘だ。離せ、こら、なんとかしてくれ。また得意の芝居で説得してみたらどうだ。説得できたらお前は助かる。待ってください。助けて、信じまーす。奴らのために祈る言葉はない。バットとその弟たちのためジャッカルを倒し、親の仇を追ったケンシロウだが、この荒廃した時代、今この瞬間にも弱い者が嘆き苦しんでいる。果たして全ての民が手を取り合い生きていける日はやってくるのか。